全力で泉あめです。この番組は皆さんからのいただいた恋愛、仕事、人間関係など大きな問題から今晩のおかずどうしようという小さな問題まであなたのお悩み分的にダホ知恵袋のお時間です。イエイ。全力途中で消えたわ。はい、本日もうわー、目線怖いわ。本日も渋谷道玄坂カフェさんよりお届けしております。この視線が、視線が、視線じゃない、オーラ、オーラが強い解釈人はこの方。俺今どんなオーラ出せた？お前、大体噛むよなーみたいな。いや、惜しい。はい、お前なんか薬やってんだ。やってない。やってない。いよいよ手出したか。大丈夫、大丈夫です。いよいよ清原か。放送が中止になるようなことはしてない。あ、そうか。はい、お悩みを聞きましょう。あ、はい、自己紹介、ムクロだこの野郎。大切。よし、行ってみよう。はい、それでは今回の相談はこちら、ヒカルンジャーさん、18歳男性からのお悩みです。18歳男性、はい。嬉しい。ん？いつもあのムクロさんって書いてあって、アメンさん大体書いてないんですけど、ムクロさんでなんかこう自分で勝手にアメさん毎回楽しく見てますみたいな感じで勝手に言ってたんですけど、書いてある。私の名前書いてある。ヒカルンジャーさん、よかったな。ありがとう。はい。気を取り直して、ムクロさん、アメさん、毎回楽しく見ています。お、ありがとう。僕は特撮ヒーロー、特に仮面ライダーが好きで、学校の特撮好きな友達の中では、一番知識があると思っていました。そして最近、学校以外でも特撮好きな人、年上の A さんと SNS で知り合ったりして、特撮リア充でした。おー、楽しそう。ムクロさんのことも A さんに教えてもらいました。あ、そういうことか。A さん、ありがとう。ゴールデンウィーク中に A さんととあるヒーローショーに行った時に事件は起こりました。事件か。事件です。その日は A さんの他にも A さんの友達が数名来ていて、ショーの後テレビや映画の話になり楽しく会話をしていたのですが、間違った知識を B さんに指摘され、所詮にわかかよとディスられてしまいました。A さんはまだ若いからとか勉強中だよなとか言ってくれましたが、逆に気を使わせてしまってとても悔しかったです。もう人前で特撮好きとか言うのがすごく怖くなりました。お、だからといって仮面ライダーを嫌いにはなれません。これからももっと勉強して知識を増やしていこうと思います。お、でももしまた B さんのような人に会ったらどう対処すればいいのでしょうか。人に気を使わせないで対応できるうまい方法があったら教えてくださいとのことです。難しいな。難しいですね。いや、いやいや、話の流れ的には、あの年上に、そうですね、な、要するに知識が足りねえじゃんおめえみたいなこと言われて、はい、それで、普通だったら相談はな、僕はこのまま好きでいていいんでしょうかとか、そういう質問だろ。嫌いになりそうです、僕は仮面ライダーのことをずっと好きでいていいんでしょうか、っていう質問になりそうな流れが、まさかの、まさかの勉強していくと宣言したから、はい、勉強はしていきます。いきます。ただ今後 B さんみたいな人が現れた時に、僕はどうやって戦えばいいんでしょうか。そうですね。難しいぞ。だって誰にも得意ジャンルは違いますからね。ちなみに、はい、泉はどんなオタだ。私あの、いや本当に番組で言うことじゃないんですけど、私無趣味なんですよ。本当にお前は何にも興味がないのかってくらい無趣味なんですよ。そうだな。そう、自分の髪型さえ興味ないからな。そうなんですよ、何にも興味ないんですよ。衣装も、あ、和服似合うし、どっちかというとみたいな、なんか普通の可愛い衣装よりも和服の方が似合うし、和服でいいべ。それは自分でそう思ったから。そうなんです、そうなんです。ってことは自分で和服飽きたし、でもよくよく考えたら水着の方が似合うかもって言ったら、次回から水着になる可能性が高くなった。ならない。いやいや、例えば、例えばですよね。例えば、まあ約、まあ、半月ぐらいで
すげえなんかスレンダーでボインなキュンのボンな体になっていたら、もしかしたら和柄の水着を着てるかもしれないです。ああ、夏だから。ということは、簡単に言えば今、はい、泉が、はい、水着になれない理由は水着になりたい。あー、ヒカルンジャーさんの問題難しいな。そうだよ、こっちだ、こっちの問題難しいなさあ、そんな感じで、はい、じゃあ例えばの話、はい、なんか好きで、はい、一生懸命これから覚えたしよ、うん、で同じ立場になったら、うん、どうする。私はどちらかというと、うん、あの平和の塊みたいな人間なので、うん、あまりクソーみたいな感じの気持ちにならないんですよ、うん、あ、悔しいはありますけど、うん、でも彼は伸びしろをたくさん蓄えてるじゃないですか。勉強するって言ってるし、うん、B さんみたいな人に出会うことを恐れてはいけません。君は今まで得意な教科でも得意な教科でも100点で生きてきたんですか。あなたより上位の人間はいたでしょう。うん、そうだな、うん、クラスで一番になりたいのだったら勉強を頑張るしかないけど、うん、これはマニュアルなんてないんですよ。誰か止めて。いや、とりあえずゴールまで行くまで見届けてやる。人を蹴落とすような人になるんじゃありません。先生からは以上です。まあまあ、精神論で言えばそうだな。そうですね。ただ、はい、この相談の彼が18歳、はい、で、A さんは年上で、B さんも同じぐらい年上だとしても、そう、ね、まあ、そうでしょうね。どれぐらいかな、でも18歳が一緒に楽しめるぐらいの年齢だから、うん、あ、でもな、いや、30いってもいいんじゃないですか。それか、このさ、この世界観、特に仮面ライダーなんてよ、うんうん、今年で45周年だからよ。そうですね、うん、で、簡単に言っちゃえばよ、はい、昔は、今みたいにビデオもそうそう発達してなかったし、うんうんうん、CS な YouTube で見れるとかってなかったから、うん、一本一本すげえなんか目を皿のようにして見てたりとか、うん、で昔はね、その代わり平日の夜に本放送があったら、うん、すぐに週末とかに再放送があったりとかしてたから、それでなんか昔の人たちだから、例えば40代とか、うんうん、それぐらい50代とかそれぐらいの人たちの知識っていうのは本とかじゃなくてテレビでのがあったんだけど、大体本自体の情報だってあやふやだぞ結構。あ、そうなんですか。ああいうものは。あ、そうなんだ。そう、いろんな人の証言を組み合わせて、あとインタビュアーがこの人から聞いてこんな新情報がみたいな感じになるから、どん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 新しくなっていくし、うにうにしていったりとか、うん、なっていくからな。どうしようかなって話だけど、でも私は、うん、彼に言いたいことは、うん、こう所詮にわかかよみたいな感じで言うような人にはなってほしくないな、うん、まあ多分この少年だったらならねえだろうな、うんうん、ただ次に会った時には、うん、どう対処すればいいのか。そうですね、うん、対処か、そういうこった、難しいな、うん、いや、うん、別に間違ってても悪いことじゃないし、教えてもらえばいいことだから、うん、でも言い方、逆にだからこうやって聞くって感じだな、うん、間違ってて指摘されたものに対して、うん、例えばその時に、目上の人だったりとか周りに人がいるよりも先にその人たちにかばわれるよりも、うん、そうだったんですか、いっぱい教えてくださいよ先輩みたいな、そうですよね、感じで出ちゃうのが多分その B さん的な人たちには、なんだ、じゃあちょっと教えてやるわ、確かに、うちにあるブルーレイボックス全部貸してやるわみたいな感じで多分そういう感じになるんじゃないか。結構やばいですね。結構後輩思いだ。でもこういう人たちは、でもそうかもしれない。こちょこちょってやるわ。ぐるっていくから。さすが、
生き抜いてきましたね。だから、そういうことなんじゃねえのかなって思うんだよな。そうですね。じゃあそういう方向性でいきますかね。うん、はい、よっしゃ、行ってみよう。はい、ででん、ダホー知恵袋ではディープな問題から小さな相談まで皆様からのお悩み事を随時大募集しています。匿名 OK です。お悩み事の詳しい内容を書いて宛先はむくろのふくろ gmail.com です。 696no296@gmail.com です。お待ちしてます。それでは最後にむくろさん、今回のぶった切りな一言を印鑑をしてからお願いします。はい、さっきみたいにな、はい、言った通りに下手に出ちゃったよ、まあ、そうですね、注意されたら、注意されたらっていうか、なんか言われたらよ、そうだったんですか、知らなかった、すごいですね、すごい失敗してますね、僕にも教えてくださいみたいな感じで出てきゃ、そうですね、大抵のことはクリアできるんだが、それでもディスってきたらライダーキックしょうがねえよ、もう武力で訴えろ、知識をね、知識をね、はい、そんな感じ、また来